か。やぎたのゆうぎょうグレープ。さあこのモンスターは一体何かな。正解はなんやこれ。どうもヤグタウンです。さあ今日は帝王の闘士とブリザードプリンセスを組み合わせたデスティニードローデッキの方を組んでまいりました。ということでこのデッキねちょっとでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあということで、この2つ一体ね何が相性がいいのかといったところから説明させていただきましょう。まず帝王の闘士の効果を読んでいこう。トラップカードね、自分のエクストラデッキにカードが存在しない場合自分フィールドのアドバンス召喚した表側表示モンスター一体対象として発動できる。そのモンスター効果は無効にありこのカード以外の火薬が受けないということで、アドバンスしたモンスターにのみ発動可能で、効果を受けないようになるといったところです。で、はい、こちらブリザードプリンセスですね。このカードは魔法族モンスターを一体リリースしてモンスターって2回言ったけど一体リリースして攻撃表示アドバンス召喚することができると。要するに魔法使い族デッキであれば、非常に、ね、出しやすいカードとなっております。さらにこのカードが召喚に成功したターン相手は魔法トラップカードを発動できないといったところ、いきなり、ね、アタックしていって分断とかを食らうこともないといった形です。で、こいつねアドバンス召喚モンスター一体できるということで帝王の闘士つけれます。でさらにこのブリザードプリンセスの効果自体が召喚に成功したターンのみなので、デメリットもないといったところです。で、元々のね火力も2800と非常に高いので、十分戦っていけるかなと。相手はもうこの火力を越していくしかなくなるんでね、かなり、うまく戦っていけるんじゃないでしょうか。さあこのブリザードプリンセスをじゃあいかにして出していくかといったところで最も相性がいいのがこの魔導家リジョンでしょうね。このモンスターがモンスターゾーンに存在する限り自分は通常召喚に加えて一応だけ自分メインフェーズに魔法使い族モンスター1体を表側表示でアドバンス召喚することができると、要するにリジョン出してそのままブリザードプリンセスを出すことが可能だといったところです。で魔導家リジョンがアドバンスすることによって墓地を送られた時にデッキ墓地から通常魔法使い族モンスター1体を手札に加えることができるといったところで、ジュミナイエルフこいつをね採用しております。さらに、ジュミナイエルフなんとねこの予想外とも相性が良く自分フィールドにモンスターが存在しない場合にデッキからレベル4以下の通常毒モンスター1体を特召喚することができるといったところです。予想外を使ってジュミナイエルフを出してアドバンスでブリザードプリンセスを出すことも可能だということですね。さらにじゃあブリザードプリンセスは手札にないよとか言った場合は、ワンダーワンドをね、つけて、ワンダーワンド第2の効果ソビオンスターとこのカードをフィールドから墓地へ送って自分はデッキから2枚ドローすることができるのでそれで引いていくというのもありですね。ただしその場合消化権残ってないじゃないかとかいうね、パターンもあると思います。その場合こちらザ・トリッキーこのカードは手札を1枚捨てて手札から特殊召喚することができるんだよねということで特殊召喚通常召喚権扱いがまだ残っているパターンもあるじゃないか。さあというところでザ・トリッキーを出して、ブリザードプリンセスを出すといったパターンも全然ありですね。でさらにねこのブリザードプリンセスを出すまで、相手のバック非常に怖いと思います。ということで魔導戦士ブレイカー、召喚した時にカウンターを1つ乗せることができると。でそのカウンターを取り除いたら相手の魔法トラップカード1枚を破壊することができるといったカードです。非常に強い魔法使い族の下級モンスターですね。さあということで、もう全部説明したかな。まあ、要するにブリザードプリンセスと帝王の闘士がすごく相性がいいんじゃないかと思って組んだデッキが、このデッキとなってきますね。さあそれではデュエルの方やっていこうかな。じゃあこのデッキこの動画少しでもねいいなと思っていただけた方はチャンネル登録グッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあということでデュエルスタンバイ。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。さあ行くぞデュエル。私のターン。カードを伏せる。カードをセット。入れよ
モンスターを攻撃表示でしょ。ターンエンドだ。俺のターン。カードを引くぜ。カードをセット。行くぞ。モンスターを攻撃表示で召喚。行くぞ。モンスターをアドバンス召喚。モンスター効果発動。ターンエンドだ。お前が真の罠にはまるのはコトロー。行くぜ。俺のターンカードを引くぜ。手札を一枚捨て。ザ・トリッキーを特殊頼むぞ。モンスターを攻撃。カードを伏せるぜ。バトル頼むぞ。モンスターに攻撃だ。ミオリバースカードだ。トラップ発動。リバースカードオープン。トラップ発動。モンスターにダイレクトアタックだ。リバースカードだ。トラップ。まだこれで終わりだ。私の務めを果たさなければ。モンスターにダイレクトアタックだ。ドアー。私はお前と戦えたことを誇りに思う。お前の思い伝わったぜ。いいデュエルだった。お前の持ちうる最高の戦術で挑んできな。私が立ち向かうのは一点の光さえ失われた絶望という名の未来。デュエル。私のターン。私のカードはモンスターを召喚。モンスター効果を発動します。モンスター効果を発動します。このカードモンスター効果を発動。モンスター効果を発動します。お見せしましょう。モンスター効果。フィールドにリバースカードを出します。私はターンエンドです。カードを引くぜ。手札から魔法発動。頼むぞ。モンスターを特殊召喚。手札から装備魔法発動。装備魔法発動。よし、モンスターを攻撃表示で召喚。ここだ。モンスターをアドバンス召喚。モンスター効果発動。カードをセット。カードを伏せるぜ。カードを伏せるぜ。バトルだ。頼むぞ。
モンスターで攻撃。未来だ。ターンエンドだ。私のターン。ドロー。モンスター効果を発動します。トラップカード発動。お見せしましょう。モンスターを特殊召喚。私のカードはモンスターをアドバンスモンスター効果を発動します。モンスター効果を発動します。今だ。リバースカードオープン。トラップ発動。私のカードはモンスターを特殊召喚。モンスター効果を発動します。魔法を発動します。このまま押し切れるぜ。ドロー。行くぞ。モンスターを攻撃表示で召喚。リバースカードオープン。装備魔法発動。バトルだ。行くぜ。モンスターで攻撃。まだまだ。頼むぞ。モンスターで攻撃だ。ああ光。ターンエンド。私のターン。ドロー。モンスター効果を発動します。モンスター効果を発動します。私のカードはモンスターを特殊モンスター効果を発動発動します。私の負けです。いいデュエルだ。